次に丹羽秀樹君。はい、委員長。丹羽さん。はい、おはようございます。自由民主党の丹羽秀樹でございます。今回の、不正アクセス、行為のですね、禁止等に関する法律の一部を改正する法律案について、非常に今回の法律案というのは、まあ、平成12年に、今回 の、 その不正アクセス禁止法が施行されて以降ですね、それ以来も法律違反という検挙数がですね、おおむねもう本当に増加傾向に、あると思っております。今回のですね、法改正にの意義とですね、異議と改正前と改正後のポイントがこう違うということをですね、大臣ちょっとご明確にお答えいただきたいと思います。松原委員長。まさにこのサイバー犯罪がですね、委員ご指摘のように大変にですね、増加してきたという中において、まあ、従来のそのこの法整備だけではですね、なかなか不十分であると、まあ、十分に対応するにはもっと改正しなければいけないということが基本的な認識にあると思います。まあ、最近のサイバー犯罪の情勢は、インターネットバンキングに対する不正送金事案、大手防衛産業関連企業や衆参両院に対するサイバー攻撃等重大事件が発生するなど、サイバー犯罪の危険性が急速に増大していることから、その対策の根幹として不正アクセス防止対策を強化することが喫緊の課題となっております。まあ、委員ご指摘のとおりであります。不正アクセス行為は、他人の ID、パスワードが第三者の手に渡ってしまえば、技術的にこれを防止することは極めて困難なものであり、そうした不正アクセス行為を防止するための他人の ID、パスワードの不正流通を防止するほかないと考えております。加えて不正アクセス行為の対策にあたっては、取り締まりによる抑止力のみに頼るのではなく、コンピューターネットワークの参加者それぞれがそれぞれの立場で不正アクセス行為の防止を図るための取り組みを行う必要があると考えておりまして、現状においてはその取り組みが必ずしも十分ではないと、十分行われているとは言い難い状況にあると。そこで他人の ID、パスワードの不正流通を防止し、不正アクセス行為禁止の実効性を確保するため、フィッシングをはじめ不正アクセス行為に至る各段階の行為を禁止処罰するとともに、不正アクセス行為にかかる法定刑を引き上げ、また不正アクセス行為の防止を図るための取り組みを向上させるため、従来行っている国からの援助に加え、情報セキュリティ関連事業者団体に対する新たな援助規定も設けるものであります。まあ、より川上からですね、抑止をしようということになろうと思います。はい、以上。丹羽秀樹君。はい、ありがとうございます。大臣おっしゃる通り、もう本当に年々手口が巧妙化していって、で多分我々が考えている以上の速度で、先ほど平沢先生おっしゃいましたが、いたちごっこになりかねないような、非常にその犯罪の温床となるような、ベースができつつあると思っています。で今回のこの法律改正によってですね、ぜひ大臣おっしゃられたように抑止の面でですね、今回の法律をより一層活用していただいて、頑張っていくためには、またちょっとこれ後で言いますけども、やはり予算の面とかそういった面をもっと拡充していくことが、ソフト開発とかですね、最後のその監視体制の人員強化というのは私は必要だと思っておりますので、その点もまた考えていただきたいと思っております。で今回のそのサイバー犯罪についてですね、この検挙件数の増加だけではなくて、手口についてもですね、一層その複雑巧妙化してきていると思います。最近のその、サイバー犯罪の手口事例についてですね、例えばどういったものがあるか、まあ、これは大臣、現場のことでございます。答弁は事務方でも結構でございますが、お答えいただきたいと思います。岩瀬生活安全局長。お答えいたします。サイバー犯罪の最近の特徴としまして、平成23年中の検挙の状況で見てみたいと思いますが、ネットワークを利用して行う犯罪、これが非常に多くございまして、検挙件数で見ますと5388件と過去最高を記録しているところでございます。このネットワークの利用犯罪といいますのは、の中ではネットワーク利用詐欺、あるいは自動ポルノ事案と、こういったものが大変多くなってきているということでございます。また不正アクセス禁止法違反での検挙件数は248件となっております。この不正アクセス禁止法違反の中で見てみますと、フィッシング行為、
等により他人の識別号を不正取得して、不正アクセス行為を行うと、こういう手口が非常に多くなっているということでございます。岩秀樹君。今お答えいただいたとおりですね、最近ではそのフィッシングという非常に巧妙な手口も出てきております。実は我が家では、私の家ではですね、電気ガス水道料金はすべてですね、自動引き落としにせずに、コンビニや窓口で必ず支払うようにしているんですけれども、だからそういった銀行なんかの送付メールが来ても、まあ、こんなのが絶対来るわけないんだからなんて言って、まあ、アナログだから未然に防げるということもあるんですけども、逆にデジタルにしてたら防げなかった、引っかかっているような最近手口が非常に巧妙化いたしております。そういったですね、最近 そのサイバー犯罪に対する国公的機関のですね、取り組みというのは今回の法律案の中にはきちんと書かれていますが、例えばその民間はですね、どのような取り組みをしているかというですね、ちょっとご見解をいただきたいと思います。岩瀬局長。お答えいたします。民間の方々の中で、セキュリティ事業者の方で、作られた団体、こういうものがございます。この中ではさまざまな不正アクセス等についての情報を集約されることがあります。それからあるいは不正アクセス管理のですね、技術的な研究をされたり、あるいはそういう動向についての情報収集をしたりというようなことで、あるいは不正アクセス等のインシデント対応といいますか、そういうようなことについても対応しておられる団体がございます。このような団体が中心になって、それぞれの事業者の方のセキュリティの向上、あるいはさらに各企業等のアクセス管理者のアクセス制御能力の向上、こういったことに努力をされているものというふうに承知しています。丹羽秀樹君。ぜひですね、これ私から の要望なんですけども、民間ともですね、しっかりと連携してこういったサイバー攻撃ですね、まあ、サイバー攻撃というのは主に日本の公的機関に関する、嫌がらせとかですね、そういったものがメインになってくるんですけども、その公的機関だけじゃなくて犯罪抑制のためには民間ともしっかり連携してですね、これを進めていっていただきたいと、取り組みをですね、進めていっていただきたいと思っております。で近年ですね、この不正アクセス行為の新たな手口として先ほど、ご答弁いただきましたフィッシング行為というのが、挙げられております。このフィッシング行為が、ですね、出始めた時期というのは警察庁の方は掴んでいらっしゃいますか。岩瀬局長。お答えいたします。フィッシング行為といいますのは、もともとは外国で始まったような行為でありますけれども、我が国では平成16年に確認をいたしております。被害が発生したフィッシング行為というものを平成16年に確認いたしております。岩秀樹君。でこのフィッシング行為がその近年非常に急増いたしておりますが、この急増している背景というのはどのようにお考えでしょうか。岩瀬局長。お答えいたします。フィッシング行為につきまして、外国から始まったものでございますが、徐々にこれが我が国の方にも浸透しておりまして、我が国のインターネット利用率の向上、高まりと相まって、このような手口が増えてきているものというふうに考えております。では秀樹君。はい。従来のですね、不正アクセスと違い、今回のそのフィッシング行為のですね、手口がですね、法改正の中に入っておりますが、不正アクセスとですね、フィッシング行為の違いという特徴というのは何でしょうか。岩瀬局長。お答えいたします。不正アクセスの流れを申しますと、まずID、パスワードをいろいろな形で入手をする。それから取得をして保管をする。それを使うと不正アクセス行為となる。でさらにそれによって、詐欺等の被害が生じるような犯罪が行われるということでございます。フィッシングと申しますのは、ただいま申し上げましたID、パスワードを入手する、不正に入手するための準備行為の一つというふうに位置づけられると思います。はい、委員長。
岩秀樹君。今ご答弁いただいたとおりだと思います。そこでですね、今回 の、 そのフィッシング行為のですね、罪をその新設するっていう中で、その他人の、ID やパスワードですね、識別符号を、入手するってこと、これ例えば意図せずに入手してしまった場合っていうこともケースとしてあると思うんです。でこの判断基準が、その犯罪となる判断基準が非常に曖昧で難しい部分もあると思うんですけども、その点どのようにお考えでしょうか。ご答弁お願いします。岩瀬局長。失礼いたします。パスワード、 ID パスワードの不正取得という行為につきましては、これは不正アクセスのように供する目的で入手をすると、まあ、こういうことが構成要件に入っております。従いまして、不正アクセスの目的がない場合、ご指摘のようにたまたま入手した、あるいは誰かからたまたま送られてきた、まあ、こういうようなものについて、ID パスワードを取得したことについては責任を問われないものというふうに考えております。には秀樹幹事長。はい。ぜひですね、この判断基準がですね、たまたま入手しても、まあ、それが例えば捜査によって意図的に入手されたっていう、この判断基準って非常に曖昧になってくる部分もあると思います。ぜひですね、何かその一つ、まあ、今後これで検挙する事例も増えてくると思いますけども、しっかりと捜査の時はですね、その事例ももちろんあると思いますけど、慣例通りに従わずに、やはり常に常に新しい手口が発生しているということを考えてですね、ぜひ厳しい捜査をですね、やっていただきたいと思っております。でですね、こういったですね、最近のその巧妙なですね、手口のサイバー犯罪がですね、もうこれは本当に我々の考えている以上の速さで、計画されているですね、可能性も十分、考えられていきます。でこれをですね、どう未然にですね、防いでいくのか、未然対策を講じていくのかというものもですね、今回のその新しいですね、手口のフィッシング行為にですね、被害を受けて法改正に及んだという中身でもあると思うんですが、冒頭で申し上げました通り、施行が12年、平成12年で、今回の法改正、12年ごとで、なるわけですけれども、もっと僕は早いね、速度で法改正をどん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 ね、犯罪の件数、またその巧妙化に合わせてやっていくべきだと思いますけど、大臣、いかがでしょうか。松原委員長。すでにですね、新しい手口が次々と生まれていくと、先ほど平沢委員のご指摘もありましたように、いたちごっこになるかもしれんと、従いまして、今回こういった改正をですね、するわけでありますが、委員のご意見は大変傾聴に値すると、このように思っております。はい、庭秀樹君。ぜひ大臣、これ、また大臣ね、もし次変わられても、ライフワークとして、これぜひ、犯罪行為のですね、不正アクセス、やっていただきたいというふうに思っておりますが、このサイバー犯罪の中でもですね、特にその不正アクセス行為というのはですね、実際の被害額というのは、割合はどれぐらいあるんでしょうか。これ、局長お願いいたします。岩瀬局長。お答えいたします。不正アクセス行為によります金銭的被害につきましては、もともと極めて潜在性の高い行為でございますので、その実態を把握することは困難でありますけれども、不正アクセス行為に検挙により検挙したものということで見てみますと、平成22年中は約1億8000万円、平成23年中は約2億3000万円の被害が発生しているということでございます。被害額の案数は先ほど申し上げました事情から大変多いものというふうに考えておりますが、なおご参考までに申し添えますと、平成23年中のインターネットバンキングに対する不正アクセス事件、これによる被害額は約3億円に上っているということでございます。こちらは認知件数、認知したものについての被害額の総額ということでございます。はい、委員長。岩秀樹君。はい、今回のですね、例えば今まで我が国で起きているその詐欺行為全体の中で、このサイバー犯罪による詐欺行為の割合は、
では、実際どれくらいありますか。岩瀬局長。お答えいたします。平成、23年中のサイバー犯罪 の中の詐欺行為の検挙件数でございますけれども、1年間で899件ということで、ございます。サイバーネットワーク利用犯罪の中で、大変大きな比率を占めているということでございます。では、はい、秀樹君。では大臣とですね、次局長にお答えいただきたいんですが、それぞれお答えいただきたいんですが、先ほど局長がご答弁の中にありましたようにですね、このサイバー犯罪による詐欺被害っていうのがですね、まあ、金銭被害額がですね、まあ、例えば1億も2億も1人であるっていうわけじゃなくてですね、比較的犯罪の詐欺行為の中では少額でもあったりする中でですね、また騙されたことへのですね、恥ずかしさからですね、名乗り出ない被害者が相当多いという実態も考えられると思います。この点についてどのように対応していくのか、大臣局長ちょっとご答弁をお願いいたします。岩瀬局長。お答えいたします。このサイバー犯罪による被害についてでございます。まあ、詐欺に限らずでございますけれども、まあ、特にこれは個人のみならず企業等につきましてもですね、このサイバー被害について申告をするということが、まあ、会社にとって、あるいはこの事実が公になってしまうのではないかというようなこともありますし、それから、まあ、当然警察に被害として申告をしますと、まあ、捜査を始めることになりますので、まあ、いろいろな記録を保存したり、あるいは一旦機械を止めて、保存したりという、まあ、手間もかかると、まあ、こういうようなことで、まあ、一部にはですね、アンケート等を取りますと、まあ、あまり申告はしたくないんだというようなこともございます。また個人の被害者の方について言いますと、やはり先生ご指摘のように、まあ、あんまり嬉しいことではないと言いますか、恥ずかしいような思いもあるということで、被害が届けられないということもあるかと思います。したがいまして、まあ、警察といたしましては民間の企業あるいは個人のユーザーの方も含めて、やはり被害実態というものをきちっとお知らせをいたしまして、これが被害に気づいた場合にはぜひ通報していただきたいということを強くお願いしてまいりたいというふうに考えております。はい、松原委員長。先ほど平沢委員のご質問でも案数という話がありまして、要するにですね、不正アクセス行為や不正アクセス行為に続いて行われる犯罪行為により有害、実害が生じるまで気づきにくいと。まず本人が気づいてないケースもあると。で、潜在化しやすいという特性を持っているわけで、大変な案数があるだろうと。また、昨年中法案検討のために民間企業にヒアリングを行った際、警察に通報しない理由として、被害届を出すとなると裏付け証拠を揃えるのが負担になるというケース。通報した場合、被害があったことが公になって、まあ、恥ずかしいという話がありましたが、そういったご心配といった回答もあったわけであります。以上のことから相当数の不正アクセス行為が行われており、それが潜在化していると見られることから、不正アクセス行為に対する社会全体で適切に対処するために、今後被害者側からの通報を促進するための取り組みを進めていきたいと。まあ、結局ですね、ある社がですね、それを被害を出さないということになると、本来そこが被害を出せばですね、警察側が動きとなりして食い止めることができる問題がどんどん野放しになって、さらに被害が蔓延するわけで、それは犯罪を犯す方からすると非常に彼らにとってのメリットになってしまうということですから、ここはとにかく被害に遭ったと気がついたらは
どんどん言っていただく、そして被害に遭ったと気づかない人に実際会っているならば気づいていただくというようなことで、さまざまなその啓蒙も含めてですね、社会の多くの方々にこういう問題が発生していると、今回こういう法案審議をしていることもその一つでありますが、それを広めていって、とにかく啓蒙し、そして自分の問題だけではなくて、その人が黙っていることによって、さらにもっと被害者が増えるんだから、やっぱりそれは届けてほしいということをですね、徹底させるために、警察庁を特例してまいりたいと思います。はい、委員長。丹羽秀樹君。はい、ご答弁ありがとうございます。局長のお話も分かりやすいと思いますし、大臣の話も非常に前向きで、素晴らしいと思っております。これ相談窓口っていうのを作る、もしくは設置はしてあるんですか？現状お願いいたします。岩瀬局長。お答えいたします。サイバー犯罪の被害の相談窓口についてのお尋ねでございますが、被害の相談窓口については全国の都道府県警察に設置をしてございます。そしてまた現在こういうサイバー犯罪情勢にございますし、先ほどのお話にありましたように被害申告をどんどんしていただく必要があるということで、この全国の都道府県警察における相談窓口の体制につきましても専従化するとか、あるいは専門の電話を設ける、あるいはメールの相談窓口を設けるというようなことで、さらに体制を拡充していきたいというふうに考えておりますし、また相談を受けるに際して必要な基礎的な知識、あるいは捜査に移行するため、さらには被害を防止するために必要な手立てを取り得るようなことを記したマニュアルというようなものも作成いたしまして、全国の都道府県警察本部で質の高い相談受理業務もできるように努力をしているところでございます。委員長。丹羽秀樹君。警察庁の組織ですから、連携は素晴らしく全国的にできていると思いますが、ぜひですね、新しい犯罪等が起きたらすぐですね、そのサイバー犯罪等が起きたらその事例とかも流していただいて、本当にその各都道府県レベルでも対応できるようなですね、そういった体制をより強化していただきたいと思います。で、今回のはですね、その今まであるその不正アクセス行為のうちですね、海外から先ほど平沢先生や富山先生も質問されましたが、海外から の被害実態についてちょっとご説明いただきたいと思いますが。はい、局長で。岩瀬局長。お答えをいたします。統計というか数字として、今手元で持っているものはないんでございますけれども、例えば先ほどご紹介をいたしましたネットバンキングの不正送金事件、これが昨年1年間で188件、起きております。これの被害届を受理をいたしまして、関係都道府県警察で捜査をしているところでございます。まだ捜査中の部分もかなりありまして、具体的なところまで、申し上げられる段階にないものもございますけれども、これらを捜査をする中で、フィッシングの発信元が海外である場合、あるいはフィッシングで、あるいはウイルスを送りつけてです、個人情報あるいはパスワード等を取って、それの送り先が海外であるような場合、こういうような例がかなり見られるところでございます。はい、委員長。丹羽秀樹君。本当にこのネットの知識とかプログラミングの知識詳しい人であれば、確実に国内から送信はしませんよ。海外通して、向こうのプロバイダーサーバー通して、そして日本の顧客、情報を持っている顧客にメールを一斉に送って、それでフィッシング等をやった方が足つきにくいですよ。で、そこの海外のプロバイダー、もしくは サーバー2、3ヶ月後に解約しちゃって、記録が残らないようにしちゃえば、半年後に操作したら分かんなくなっちゃうわけですから、そういったことをですね、もっとですね、我が日本の国としてもですね、
まあ、啓蒙活動も必要かもしれないんですけども、どう対応していくかということをしっかりと考えてですね、今後 の、 そのサイバー攻撃不正アクセスにですね、つなげていっていただきたいというふうに思っております。で、先ほどもちょっと答弁ありましたが、我が国においてその防衛関連の企業やですね、まあ衆参へのですねサイバー攻撃が昨年は、発生いたしました。これは先ほど大臣ご答弁いただいたとおり、国家のもう本当に根幹を揺るがしかねない、問題になってくると思っておりますし、また今いろいろと勉強会がありますが、マイナンバー制度とか、まあ、これから電気料金とかそういったものをすべてネット上で、もしくはその供給需要なんかもネット上でできるようになってきますと、このサイバー攻撃によってすべてのインフララインをですね混乱させるっていう、アメリカの映画なんかでも、結構あったと思うんですけども、あれ映画に出てくるっていうのは多分表の部分だと私は思ってます。もっとディープな部分が相当あるんだと思っています。こういったですね、海外からの不正アクセス行為に対して、国としてですねどのような対応をしていくのか、大臣ご答弁お願いします。松原委員長。まあ、その攻撃をですねさせないということが、まあ、一つのポイントだと思うんですよ。で、やっぱりそのためにはですね、海外からのそうしたものに対してその事案をですねきちっと明快にして、その犯罪を追及するということをですね、やっぱり繰り返し繰り返し日本の国がですね行っていくことが彼らにとっての抑止になると思うんで、そのことをやっていきたいと思っております。で、まあ、海外のコンピューターから国内のコンピューターに対して不正アクセスが行われた場合はですね、これはもう当然刑法の国内処罰規定によってですね対応するわけで、捜査が可能であります。まあ、国際捜査協助による各国捜査機関と密接な綿密に連携した証拠収集などを行うなど、所定の捜査を進めていくことになります。まあ、具体的には不正アクセスを受けたコンピューターの通信記録ログですねを調査し、海外から不正アクセスであることが判明した場合、発信元の所在する外国捜査機関に捜査協助を申請し、要請を受けた外国捜査機関は発信元のログの調査、関係者への聴取等被疑者特定のための捜査を行うことになっております。サイバー犯罪は容易に国境を越えて行われ、一国だけでは解決できない問題であることから、警察庁はこれまでも、まあ、国際刑事警察機構、刑事共助条約等の国際捜査共助の枠組みを活用して国境を越えて行われるサイバー犯罪に対処してきたところであり、今後とも海外からのサイバー犯罪について必要な捜査を尽くし、犯人の検挙に全力を挙げるよう、まあ、警察署を指導していきたい。まあ、結局ですね、それで具体的に、まあ、おっしゃったその、まあ、日本のですね、この衆議院参議院に対するサイバー攻撃等も、どこまでそこをきちっと絞り込んで、その、特定できるかというのは、極めて、重大であると思っております。まあ、平沢委員の先ほどの質問の中ではですね、まあ、米国等においては、一定の国の名前を挙げてという議論も行われているわけでありますが、まあ、我々もそういったことも含めですね、この、こういった案件を一つ一つ解明することによって攻撃をさせない体制を作ると、もちろん防御は防御できちっとやると、こういったことで頑張っていきたいと思っております。はい、委員長。丹羽秀樹君。はい、大臣のご答弁その通りだと思います。ただ私ね考えるんですけど、大臣、防御だけだと壁のイメージなんですよね。海外からの攻撃に対して壁だけだったらどん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 ついてきますよ。有刺鉄線ぐらいね、壁に張ってね、攻撃してきたら何かね、攻撃しちゃいけないですけどね、向こうにもね損害があるぐらいのね、そういう対策っていうのは私考えていいと思うんですけど、大臣いかがですか。松原委員長。極めて傾聴に値するご意見だと思っておりますが、そういったもののですね、具体的なことがどういうことかというのは、また考えていかなければいけないと思っております。はい、委員長。丹羽秀樹君。はい、ありがとうございます。ぜひご検討いただきたいと思っております。まあ、今回のですね、この、例えばその法改正の中でですね、先ほどご提案ありましたが、不正アクセスに関して警察庁に寄せられる、まあ、年間相談件数は約4000件で、まあ、2000件、前後の検挙数。で、本当にこの、
未然に防ぐとかですね、対応の強化にはですね、私今後のですね、監視捜査体制のですね、強化をしていく以外、ないというふうに思っております。で、予算人員措置についてもですね、含めてですね、大臣どのようにお考えですか。松原委員長。委員おっしゃる通りでありまして、予算人員等についてというのは、一概に比較はできませんが、先ほどお話があったように米国においてはですね、その全容ではなくて一部でありますが、非常に大きな額が計上されているという議論もあるわけでありまして、そういったこともですね、踏まえながら我々も考えを進めていかなければいけないと、このように思っております。はい、委員長。丹羽秀樹君。実際ですね、コンピューターに詳しい人なんかに聞きますと、優秀なスパイを世界各国に10人を置くよりも優秀なプログラマー2人雇った方が、各国の情報が手に入るという話も、いろいろとですね、噂されています。そういった面でですね、その優秀なスパイ10人よりも優秀なプログラマーというふうに考えますと、やはり相当こちらも優秀な、プログラマーもしくは対応策を考えていかないと、どん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 ですね、やられたい放題になっていくと思います。そこでですね、国の予算は限られた予算でやらなければなりません。今回のその警備、新しいソフトを開発したりとか、また監視体制を強化するにしても限られた予算でやらなきゃいけないと思うんですが、こういったものをですね、例えば国と連携するとこに外部委託してみるとかですね、もしくはその外部のところですね、どのような連携とかそういったお考えはあるんでしょうか。岩瀬局長。お答えいたします。監視体制の外部委託についてのご質問でございます。警察庁ではインターネット上の違法情報あるいは有害情報、こういったものを、各県の警察におきましても、サイバーパトロールというようなことで、情報収集をしているところでありますけれども、これを民間団体でありますインターネットホットラインセンターという団体に委託をいたしまして、全国から違法有害情報についての通報を受けていただいて、その中で、一定のものについて、警察庁の方に教えていただくと、こういうような取り組みを現在しているところでございます。こういうやり方については今後とも幅広く検討していきたいというふうに考えております。はい、岩秀樹君。不正アクセスによってですね、いろんなその情報、知り得た情報等をですね、最初から犯罪行為でやるという人も中にはいると思いますけど、興味本位でやってしまって、あれこれ意外とお金になるぞなんていうふうに考えて悪い方向に走り出してしまって、でその不正に得られた情報、クレジットカードの番号やそれから銀行口座の個人、等の個人情報、電子メールアドレスリストですね、不正プログラムやですね、各その開発のノウハウのですね、ものをですね、換金するためのですね、先ほど遠山先生の話ちょっと最後にちらっとありましたが、地下経済ですね、が拡大しているというふうに思っております。この地下経済の現状についてですね、警察としては警察庁としてはどのようにどの程度把握しているのか、これは捜査の関係もあると思いますので、範囲内でご答弁いただける範囲内で結構でございます。岩瀬局長。お答え申し上げます。私どもの方で、今回 ID パスワードの不正入手というものについての過罰化ということでお願いをしておるわけでございます。地下経済というところまで詳しく把握ができているところではございませんけれども、これまでに現在の不正アクセス禁止法の助長罪という形でですね、他人の ID パスワードを不正に取得をして、それを使って、自らもいろいろまた不正アクセスをして詐欺等もやってるんですけれども、これをまた販売をしてですね、そのまた別の人の不正アクセス行為を幇助したと、こういうような検挙例というのはいくつかございます。
まあ、したがって、不正に取得した ID パスワードを売買するという意図を持つものというのはそれなりにいるのではないかというふうに認識をしております。丹羽、はい、秀樹君。私この必ず将来近い将来この不正アクセスのですね、知り得た情報を売買するマーケットみたいなのがネット上でまた出てくるというふうに考えています。ぜひですねしっかりとしたそういった対応もですね考えておいていただきたいと思っています。お願いいたします。で今回のですね法改正の中で罰則が大臣厳しくなりましたね。で罰則がですね、まあ、1年今までの1年以下の懲役から50万円以下の罰金っていうのからですね3年以下の懲役100万以下の罰金というのを引き上げたんですが今これほどですねネット上の犯罪が横行している時代に私はまだこの罰則っていうのはちょっと軽いんじゃないかなと逆に思うんですけどその辺大臣のご見解お伺いしたいと思います。松原委員長。この罰則を定めた理由ということでありますが、まあ、この量刑を定めるにあたっては類似の犯罪や関連する犯罪について定められた法定刑を、まあ、侵蚀すると、まあ、相場感というのがあると思うんですが不正アクセス禁止法の法目的の一つである通信電気通信回線を通じて行われる電子計算機にかかる犯罪の防止の観点から参照すべきと考えられる刑法のいわゆるウイルス作成等の罪が現在3年以下懲役または3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされております。また同様に法目的の一つである電気通信に関する秩序の維持の観点から参照すべきと考えられる電気通信事業法における電気通信の秘密を侵害する罪が2年以下の懲役または100万円の罰金となっております。こうしたことを踏まえ改正後の不正アクセス罪の懲役及び罰金の重さは類似の規定の懲役及び罰金それぞれの上限と同じ重さとし3年以下の懲役または100万円以下の罰金と法定刑を定めたものであります。丹羽秀樹君。はい、罰則が変わった、話大臣いただきましたが、罰則に相場というのは私は、これほど早い状況で犯罪が巧妙化している分だからその相場感というのは本当に合っているのかどうなのかというですね、ことも考えていただかなきゃいけないという、被害者の立場からしてですよ。被害者の立場からして、やはり犯罪抑制の目的で言えばもうちょっと罰則の面を強化していっても僕はいいんじゃないかなというふうにも考えております。でやはりそのサイバー犯罪というのは非常にその罪の意識というのが薄いんですよね。人を刺してもしくは強盗して物を取るわけじゃないんですよ。勝手にコンピューターが相手のどこから情報を取ってきてくれてでそれをまた売ったりすることができるわけですから犯罪の意識が薄いという中でですねで特に誰でも利用できるインターネットが犯罪の入り口でもあるためですね、金銭的に儲かるそのサイバー犯罪であれば私今のこの不況下誰でも犯罪に手染めやすいと思っています。本当にですからこれをですね本当に罰則の強化はですねより今後ですねもうちょっと検討していただきたいというふうに考えておりますのでぜひよろしくお願いいたします。でもう時間もございませんので、ちょっと最後の質問に入らさせていただきますがこのサイバー犯罪が最近、未成年の子どもたちもこのサイバー犯罪に手を染めるような、状況になってきました。これは非常に、大きな問題だと思っております。未成年の犯罪者がですね少年たちがですねごめんなさい未成年の少年たちが、少年少女たちがどうしてですね、こういった犯罪に手を染めるということをですね警察庁はどのように考えていらっしゃいますか。あ大臣松原委員長。大臣ごめんなさい大臣大臣お願いします。大変にこれ大事なご指摘だと思っております。特にこういったですね、インターネット社会に対して、年少者の方の方がよりですね、その技術もあるし親しみもあるし、非常に当たり前のようにこれを使いこなす能力を持っているとこういうことであります。で未成年者のサイバー犯罪をめぐる状況については例えば平成23年中の未成年者による不正アクセス禁止法違反の検挙人数は51人と過去5年間で最も多くなっております。これ案数も入れるとですね実はもっと大きい可能性は私は十分あるというふうに思いますが
未成年者により刊行されるサイバー犯罪後を絶たないと、また未成年者が出会い系サイトやコミュニティサイトの利用に起因する犯罪に巻き込まれるなど被害に遭う事案も依然として発生しております。以上のように未成年者はサイバー犯罪の被害者にも加害者にもなり得るものであることから、未成年者がサイバー犯罪に関与したり巻き込まれたりすることがないよう教育機関や地方公共団体と連携し、未成年者に対して情報セキュリティに関する講習を中心とした、まあ、広報啓発活動を実施していく必要があろうかと、このように思っております。はい、秀樹君。はい、時間となりましたが、もうこれで質問は終わりますが、すみません、局長、せっかく質問しておいて、ご答弁、また後日お答えいただければ幸いでございますが、ぜひ未成年者のですね、この犯罪に手を染めにくい環境を作るというのは、その道徳じゃこのインターネットって出てこないと思うんですよね。サイバー犯罪というのは道徳なんかだと。そうしますと、その道徳上悪いっていう意識が子どもたちにもないような、だからやっていいんだっていうふうな、でおのずと知らず知らずのうちに犯罪に手を染める可能性もあると思いますので、ぜひですね、これ啓蒙活動をですね、しっかりやっていただきたいと思っております。以上終わります。はい。